ボルボのリカルドリデルがタイトルを獲得した。1998年のオートトレーダーラック、イギリスツーリングカー選手権は、イギリスツーリングカー選手権の41年目のシーズン。ボルボエース40のリカルドリデルがタイトルを獲得した。日産、プリメーラのアンソニー・レードが2位。プライベーター対象のオートスポーツカップは、ルノー・ラグナのトミー・ラスタッドが獲得した。 1998年シーズンが始まる前に3つの大きなルール変更があった。週末のレースは2つの異なるタイプのレースが行われる。スプリントレースとより長いフィジャーレースである。校舎では2度のタイヤ交換のためのピットストップが義務付けられている。スプリントレースの予選ではドライバーがシュートアウトスタイルのセッションを行い、 各ドライバーが1回ずつ出走し、スターティンググリッドを決定するために1回のタイムラップが与えられた。フィーチャーレースの予選は前、シーズンと同じであった。四輪駆動システムも1998年に禁止された。これは1996年のチャンピオンであるアウディが使用したシステムであった。アウディは1998年シーズンも A4 を使い続けた。 アイシンクラストイヤーオンサムトラックスウィーワーノットザ、クイキストカーバットウィーエンディド、アップウィニング、ザチャンピオンシップビコーズウィーメイドレスミステイクスザンザ、アザーガイズ、ソホープハリーディスイヤーウィルビーザセーム、アランメニューデレック、ワーウィックのベクトラ、トンプソンがこの年ドライブしたアコード、ボルボはマニファクチャーラーズランキングで2位となった、前線がイングランドで開催された、は、ドライバーが、 フィーチャーレースで少なくとも1ラップをリードすることを意味する。中、シーズンレビューの映像や一部のレースレポートを見た後に追加されるため、すべてのボーナスリーディングポイントが追加されない場合がある。中、ノックヒルでのフィーチャーレースではポイントは与えられなかった。ありがとうございます。